ムへようこそ。モンスター近づくな。おーい、ネギカンパニーの伝説会場のこちらだ。おお、お前ら、ん、ベグカンパニー。その通り。しかもベグカンパニーは社員募集中だ。あ、そうだ、お前らも面接を受けてけよな。ああ、いいなそれ。面接中、面接中。受けるかよ。じゃあ始めるぞ。まずは名前を聞かせてもらおうか。ふむふむ、反抗的態度ありと。じゃあ次は経歴を教えてもらおうか。ふむふむ、無職と。いい、我がベグカンパニーはモンスター退治を生業にしているわけだが、君はどのように貢献してくれるのかな。社長、こいつの腕は間違いなしです。即戦力として雇うべきかと。俺たちボコボコにされたもんな。なるほどなるほど。おい、ちょうどモンスターが倒せなくて困ってたところだ。あいつに全部任せちまうぜ。厳選な話し合いをした結果、見事採用となりました。おめでとう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 。ちょっとばかし不愛想なところがむしろチャーミング。これからは先輩たちを見習ってしっかりと働いてくれたまえ。よろしく頼んだぞ。俺、先輩、お前、後輩。ちゃんと先輩を見習って頑張れよ。頑張れよ。頑張る。よし、じゃあ早速モンスター退治を手伝ってもらおうか。場所は町外れの廃道だ。あれ、新人は先に行ってモンスターと戦う準備をしてこい。お前し、そう言われると困る。なんだ、息抜きかもな。そんな理由で就職すんな。ベグカンパニーの仕事と行くか。おーい、新人ども、どんな感じだ。もう倒しちまったかって、まだいるじゃねえか。父よ、来んのが早すぎた。新人、やっちまえ。おれ、働け働け。連携しよう。頑張るね。おやすみ。よし、よし、行くよ。苦しませない。よくやった、お前ら。その調子で我がベグカンパニーに貢献して。足を洗って会社を作ったって言うじゃねえか。だからよ、
ベグカンパニーの設立を祝うためにわざわざ来てやったぜ。覚悟はいいか。おうおう、やってやろうじゃねえか。おい、新人ども、ここは任せた、任せた、任せた。てめえら、これまでの借り返させてもらうぜ。俺たちは関係ねえだろうが。あっちはいい、新人ども。いい、いけそうかな。あれ、ごめんなさい。俺たちはアウトローだろうが、スラムの奴らにも妻弾きにされて、笑われて、バカにされて、それでも自由に生きてきたじゃねえか。なのに強え奴に負けたからって逃げ出しやがってよ。何度負けたって死んだふりをしてしぶとく生き残るのが俺たちだろ。カンパニー、ふざけんな。何にも縛られないのがアウトローだろうがよ。目覚ませよ兄貴。俺たちやっぱり俺としたことがいつの間にか丸く収まろうとしてたみてえだな。おい、てめえら、ベグカンパニーは今日をもって廃業だ。そして新たに世界を股にかけるアウトロー、ベグライダーズの設立を宣言する。兄貴、兄貴が全員俺様についてこい。へい、兄貴。悪いがお前ら首だ。次会うときは身ぐるみ剥がされないよ。気をつけな。自由すぎるぜ。ああ、羨ましい。ん？なんつって。